レディング公爵家の紋章のエスカッシャン部分。レディング公爵は、連合王国貴族の公爵位。インド総督を務めた、ユダヤ系イギリス人の政治家初代レディング伯爵、ルーファス・アイザックスが1926年に、譲されたのに始まる。ユダヤ人が有する英国貴族爵位としてはこの爵位が、最も高位である。初代レディング公爵、ルーファス・アイザックスユダヤ系の放送。 自由党所属の政治家であるルーハース・アイザックスは、1914年1月9日に、バークシャー州におけるアーレイのレディング番尺、1916年1月26日に、バークシャー州におけるアーレイのレディング死尺、1917年12月20日に、バークシャー州におけるアーレイのアーレイ子爵と、レディング伯爵に除せられた。 その後彼は1921年から1926年にかけてインド総督を務め、その功績により帰国後の1926年5月7日にレディング公爵に助せられた。ユダヤ人としては唯一の公爵であった。その後1931年中に外務大臣を務め、晩年にはナチスに迫害されるユダヤ人の養護運動やシオニズム運動に尽くした。 初代公の死後、その息子であるジェラルド・ルーファス・アイザックスが、第二代レディング公爵位を継承した。彼も、ユダヤ事務運動に尽くすとともに、外務省に勤務した。二代公の死後、その息子であるマイケル・アルフレッド・ルーファス・アイザックスが三代、レディング公爵位を継承した。三代公の死後、その息子である、サイモン・チャールズ・ヘンリー・ルーファス・アイザックスが四代、レディング公爵位を継承した。 2017年現在の投手は彼である。現党首サイモンアイザックスは以下の借位を保有している。ありがとうございます。